こそフリマーケットへ。韓国の購入品を紹介したいと思います。今回は4泊5日間行ってきて買ったものをドドンと紹介します。韓国は基本買い物っていう目的でしか行ってなくて、ほぼ買い物をしてきたので、もうマジでフリマ状態。ネットで買えそうなものもあると思うので、参考になったら嬉しいと思います。まずはみんな大好きオリーブヤングから紹介します。韓国ってオリーブヤングは結構主流なんですけど、オリアンとかララブラとかチコルかな、チコルっていう大きい大型のね化粧品ばっかり売ってる商業施設みたいなのがあって、私がいた時はオリーブヤングしかなかったです。ララブラとかも潰れてたりとか。ついに久しぶりにクッションファンデに戻しました。なんでクッションファンデに戻したかというと、この私ヨンセンムルのクッションファンデがマジで好きで、ヨンセンムルのこの有名なクールのパッケージを買ってたんだけど、なんかオリアンに行ったらこの新パッケージ新しいのが出てて、これがセミマットらしくて、私はセミマット大好きなので、今塗ってるんだけど、塗った感じパウダーも何もね塗ってないんだけど、まずなんかサラサラしてて、まあそのツヤ感はね地味にあるかなぐらいで、売りだったのはマスクつけても落ちない、擦れない、マスク負けしないっていうのが売りだったので気になったので、やっぱりねクッションはね本当にね楽。多分3000円ぐらいかな。これは9点で買います。で次はもうマジでこれ欲しかったフェイクメイクのやつ。フェイクメイクはオリーブヤングのブランドです。オリーブヤングから出たブランドで、このフェイクメイクはマジで韓国のメイク YouTuber さんの所持率がマジで高くて、ずっと気になって、最近出たやつでこのシェーディングとチークとハイライトの3種類が出て、これ今ね流行ってるのこのシェーディングもブルベさん用とイエベさん用があったりとか、韓国ってねワンプラスワンのセールが結構ね、有名である通り、ここで買うとブラストねセットのやつとかもあって、私はブラストセットのやつを買いました。メイクメイクとフリミニのコラボのやつです。これね結構いいですよ。なんか色もそんなガッとつかなくてナチュラル味が強いので、次に眉毛描くやつがとにかく欲しくて、見た感じペリペラの PD アイブロウオートペンシルがなんかっと見た感じ良さそうだったから買いまして、今もつけてるんだけどいい感じです。なんか描きやすい。めっちゃオリーブヤングのいいところってベースはベースで置いてあったり、リップはリップ単体で置いてあったり、もちろんブランドごとに分かれてるけど、だって見やすいようになってるからありがたい。オリーブヤングに欲しかった前髪カーラー、私マジで前髪カーラーを本当になくすんですよ。月に1回ぐらいの服をなくすから、2つセットがあったのでこれを買いました。もうこれないと生きていけない。ブラシ系もね結構充実してて、ピカソのブラシを買いました。ピカソはメイクアップアーティストさんの使用率が高い有名なものなんですけど、肌触りがいい。これはチークブラシで108番で、これはなんかねパープルエディションみたいなの多分セットのやつで、目元のブラシで224番、あ239番と221番のセットを買いました。であとメイクさんがよく使ってるやつ、これ前髪を立ち上げる時とかに止めるピン、センター分けする時とか止めるピンなんだけど、これがやっと売ってて、もう調べても本当に出てこなくて、ただオリアンに売ってたから買いました。あとオリアンのお会計するところに私が愛用してるバニラ粉のクレンジングが売ってたから買いました。これは多分トラベル用です。もう旅行とかねよく行くからそれ用に買いました。次日本でのカラコン屋さんに行って、私は基本カラコンはワンデーだから、カンナロゼのヌードブラウンとベージュブラウンとユリアルのウォーターブラウンを買いました。どっちもなんかナチュラルで、ちょっと今流行りのチアリカラコン、チアリブラウンカラコン、お気に入り。もっと買っとけばよかった。韓国のねカラコンはなんかね眼球みたいな眼球が置いてあって、眼球に見たい色味をこうやって見せてくれますよみたいなやつがあって、結構本当に分かりやすかった。あ、これ見せてもらっていいですかって言って、カラコン眼球に、眼球って言い方出たけど、眼球のモデルみたいな。次にソンデムンのアクセサリーショップで大量に買いました。買いすぎ。髪飾りとかピアスとかマフラーとか全部値段まあ500円ぐらいかな、買えそうなものをいっぱい買いました。ソンデムンの前も行ったニュニュってところでピアスをいっぱい買いました。かわいいんだよこれが、またトップで店員さんがつけててヘアクリップかわいい。アクセサリーがマジで安い。8セカンドで買ったものを紹介します。でもみんな韓国の女の子はそこで買うことが多いみたいです。韓国の子は8セカンドかジグザグとかそういう通販サイトで買うことが多いみたいです。これは冬用の帽子を買いました。なんか韓国はこういうモコモコのちょっと深めの帽子がたくさん売ってました。冬だから1000円ぐらいかな。であとカバン買いました。意外とね入るし、タッチもね唯一無二で
可愛くて買いました。じゃあ次、靴。韓国は基本的に多分こういうぺったんこのブーツが流行ってるのか分かんないけど、ぺったんこばっかり売ってました。靴底はあんまり売ってない印象があります。街中歩いててもこういうぺったんこで歩きやすそうな靴履いてる子多かった。ブランをね買いました。価格帯はザラとかに近いかも、1000円ぐらいかな、10000円とか。次にグローブ。グローブっていうアクジョンロニオにある韓国アイドルとかがねたくさん着てるブランドなんですけど、買いました。前行った時にそんな買わなかったんだけど、今回可愛いものがこうあって、じゃーん、かわいい。これは胸元が結構がっつり開いたニットトップスで、ニットトップスは結構ボリューミーに見えがちかなと思ったんだけど、試着した時に結構胸元、あ、ここに、あ、え、待って、前髪クーラーついてきた。なんか前も後ろもがっつり開いてるから、デコルテが開いてるからうって感じ、なんかそんな詰まった感じにならずに結構細く見えたので買いました。16万8000ウォン、1万6800円です。まあね、ちょっとね、普通にお値段はするよね。このローライズローウエストスカートを買いました。これはこうちょっと腰で履くなんかものが流行ってて、例えばパンツでもそうだし、スカートでもなんかハイウエストっていうよりかはこうやってローウエストで履くものばっかり売ってて、これもだから広めなのだからちょっと下目に立てて履くみたいな。これね、多分こうやって折ってきても可愛い。8000円ぐらいかな。あとはじゃあ、ホンデで買ったもの紹介します。なんかね、似たような服ばっかり買っちゃって、肩出しで着る服です。2000円ぐらいかな。2000円ぐらいで買いました。とにかくニットがやっぱ今の時期ね、重ねられてました。今から3連続めちゃめちゃ似てる色が。じゃーん。これも。これが、あ、これだけ唯一なのか。値段も書いてある。これは2390円です。カーディガン、ニットカーディガンです。これ店員さんが着てて可愛いなと思って。で、あとは、ちょっと色が違うよ。水色の、ちょっとダボって着る。ほんとデコルテとか結構、ゆるっとしたニットです。いつかインスタに載せまーす。で、ホンデで帽子を買いました。なんかこうやっぱ、ちょっと昔っぽいギャルっぽいアイテムがたくさん流行ってる印象があります。なんか街の子もこういうさ、アイテム、平成初期みたいな服着てる子多かった。店員さんもそういう子が多かった。毛がショートのスイードジャケット、黄色結構珍しくて、なんか珍しいから買った。これ手に取ってたらまさかのアヤミ白持って手に持ってこっち来てて、えっ、お揃いじゃんって話してた。似てきましたね、好みがね。3000円4000円ぐらいだったかな。これもホンデで買って、コーディロイの何にでも合いそうなこれトップス、これも8セカンドで買って、履いてるズボン、このちょっと Y2K チックな昔感漂うこのズボンもホンデで買いました。あとこれはロッテワールドで買ったものです。以上です。終わった。以上、私の購入品を紹介しました。結構多いよね。でもまだ紹介してないのも実はあるので、でも今回5日間初めていて、これだけって結構すごいよね。でもね、本当はね、もうちょっと買いたかったんだけど、時間とキャリーバッグに入るスペースが本当になくて、私冬服だからもう数点買っただけでやっぱりかさばるっていうか、ぜひまたリベンジしたいなと思います。はい、いつもコメントもねありがとうございます。ちゃんと毎回見てます。コメントがね励みになるので、見たい動画とかあったらぜひコメント欄にお願いします。じゃあまたお会いしましょう。